Thank you.
はい、ただいま。ごちそうや。忘年会。ビール入れましょうか。一年お疲れ様でした。お疲れ様でしたよね。今年、来年も、今年じゃん、来年もよろしくお願いします。お願いします。ああ、なんか嬉しいな。久しぶりの。いただきまーす。おいしい。めっちゃおいしいこれ。このソースめっちゃおいしいわ。柔らかいし。うん、おいしい。しかも、車。うん、このことによって、うん、私はもう後半が濃すぎて振り返れって言われても無理かも。うん、けど絆は深まったと言えるよね、うん、よかった。めっちゃあったかいコメントばっかりだったもんな、うん、泣いてうるっと来たらマジで。100パーの視聴者はみんないい人やなってメール来た。知った。リハしようかな。じゃあ Thank you。前回の動画を間違えた、もう一回やすごくお気持ちのこもった温かいコメントだったので、いろいろ追いつ…なんて言ったらいいなんて言ったらいい感謝しきれないよっていうのを伝えたしの、うん、見てくださった皆様、コメントをくださった皆様、本当にありがとうございました。本当にたくさんいただいて、もちろん全部目は通させていただいたんですけども、一つ一つ返すにはちょっと追いつかないなって思ったので、取り急ぎこの場をお借りしてお礼をお伝えさせてください。本当にありがとうございました。これだけたくさんのお気持ちのこもったメッセージをいただいたので、まあ、何があったのかとか報告、まあ、記念振り返りつつ報告できたらなって思います。でもしかしたら途中とかで辛い気持ちにさせてしまうこともあるかもしれないんですけども、私たちはもう今現在前向きな気持ちに切り替わりつつありますし、こうして楽しく談笑しながら楽しいお酒を飲めているので、その辺はちょっと安心しながら見守っていただけたらと思います。11月の半ばに私の家族の不幸があって、ちょっとズドーンってなっているところに追い打ちをかけるかのように、我が家の愛犬チャチャが腎不全と診断を受けました。でもここで一つ言いたいのは、チャチャは現在元気です。闘病中ではあるんですけども、初期のケアが間に合ってくれたのかな。だいぶ元気だな、うんうん、血液検査の数値も安定して元気を取り戻してくれてます。事の発端なんですけど、ご飯の食べムラと食べ散らかしが目立つなっていう感じで、ある朝朝ご飯の催促にも来ずぐったりしていたので、病院にすぐ連れて行って、そこで腎不全と診断を受けたっていう経緯です。でそこに獣医さんに言われたのは、腎不全っていうのは治りませんと。臓器の4分の3の機能が失われて初めて症状が出るような病気なので、目立った前触れもなく突然来ます、それが今日だったのでしょうっていうふうに言われました。でこれから3日に1度の皮下点滴と腎臓病の療養食で暮らしてもらいます。でその時私は、あ、食いしん坊なチャチャがもう大好物のチュールを食べられないんだなーって、なんか少しふわっと現実逃避したようなことを考えたことを覚えてます。これまでおやつのチュールも半袋だけって決めてたり、毎日のフードも良質なものを与えてたりと、私たちなりに健康には気を使ってました。なのでなんで？どうして？と頭が追いつかずにいたところで、先生から原因の追求っていうのはやめてください、何を悔やんでも状況は変わらないし、先天的なものも多いですし、猫ちゃんはめちゃくちゃこの病気をしますというふうにお話ししてくださいました。そこからチャチャの皮下点滴のための通院生活が始まりました。体内の毒素を体の外に出すっていう能力が低くなるから、点滴で水分を入れることによって量と頻度を増やすことによって、できるだけその毒素を体外に出すっていう目的の点滴、うん、そういう感じの点滴です。
ただでさえ病院に行くと3日、もっと言ったら1週間ビクビクして食欲不振になってしまうようなチャチャをこれから何度も通院させるのかと思うと、チャチャの体力的な面はもちろん精神的な部分の負担がかなり大きいだろうなって、なので先生に教えてもらって病院で点滴セットを購入して自宅で皮下点滴をしようっていう風になりました。で、私それをできるっていう風に思ったんです。まあ、なんでかっていうと、ここでもう一つ報告というかお伝えしたいことがあって、約3年前から私たちは不妊治療をしています。で、その治療の一環として自分のお腹に自分で注射をするってことが何度もあったので、まあ慣れてるしできるよって大口を叩いてたんですけど、いざ暴れるチュチャを押さえつけて針を無理やり刺すっていうのは痛くて怖い思いをさせてしまってるのが本当に申し訳なくて、私も夫も途方に暮れてました。療養食を試してもチャチャが好んで食べてくれるご飯って一つもなくて、かろうじてこれ食べてくれるっていうのがあったとしても2日とか1週間とか経ったらプイって食べてくれないってなる始末で、ふやかしてみたり細かく砕いてみたりとか、カツオのトッピングしてみたり、食欲増進剤を服用させたりとか、強制給餌、食べずに体力が免疫力が下がってしまうっていうことは避けたかったし、少しでも1日の必要摂取カロリーに追いつかしたいっていう、なんとかして食べてもらうっていう、ここが点滴以上の私たちの正念場だったと思います。で、そうこうしてるうちにやっぱその頃から私たちをすごく警戒するようになってしまって、家ですらも落ち着けずにそわそわするようになってしまって、それも当然っちゃ当然で、このままじゃチャチャはこの家も私たちのことも恨みながら行ってしまうんじゃないかって、そんな風に考えてしまったりもありました、ね。まあ、この時やっぱり何でも少し頻度を増やして健康診断に連れて行かなかったんだとか、食べムラが出た時になんですぐに病院に連れて行かんかったんだとか、もう全てがたらればの話でしかないんですけど、そんな後悔と反省ばかりの日々でした。まあ、これはペットごときで大げさっていうふうに思われてしまうことももしかしたらあるのかもしれないですけど、私たちにとってチャチャはペットという括りではなくて、もう家族で、それもチャチャを中心に私たちは振り回されながら生活をしていて、それがもう幸せで、だからこそそんなチャチャが3歳で病気にかかり短命で終わってしまうかもしれないという未来を想像しただけで、せやな、つらいよな、つらかったな、つらかったと思うわ。チャチャも3年経ってもなかなかいい結果の出ない不妊治療だったり、家族の不幸とチャチャの病気発覚、それが重なってすごいマイナスに陥ってしまって、情けない飼い主なのでチャチャと比例するように私もご飯が食べられなくなるという、その期間は YouTube もいろいろなことをお休みしていました。腎不全になるとお水を飲む量とか回数とか結構大事なんで、2人揃って家を出るっていう時はどういうふうに留守中過ごしているかっていうのがちゃんと把握できるように設置してました。で、ある日帰ってきて出してること忘れること結構あったんですよ。で、中身を確認してたらチャチャと遊びながらちょっと泣いてたんです手で頬を拭って泣いてて、まあ、今まで本当にもうずっとポジティブに励ましてくれてたし、大丈夫だよ大丈夫だよってこんな方法もあるじゃんっていう風に励ましてくれてたけど、まあ、そんな風な姿を見てしまって、やっぱ私も強くならないといけないなって、弱音を吐けない立場はめちゃくちゃ辛かったんだろうなって。そんな風に日々を過ごしてたら、ずっと警戒心満タンでそわ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 してたチャチャもだんだんとまた寄り添ってくれるようになって、
そうこうするうちに2日に1度だった点滴が3日に1度になり、5日に1度になり、1週間に1度になり、今や10日に1度になっても元気で過ごしてくれてます。病院で点滴のお世話になりつつ、自宅でも点滴部屋を作って夫婦で点滴の知識とテクニックを勉強しているところです。落ち着いていってもやっぱ油断はできないから、日々猫の腎臓病について調べていて、どう調べても腎臓病は治らないっていう情報ばっかり出てくるんです。そこに少しでも希望を持ちたいなっていう気持ちがあって、もうずっと調べてた時に、東大の宮崎徹先生という研究をされてる先生かな、いろんな猫の腎臓病を治す研究してるっていう情報を得て気になったんで、紀伊国屋書店に走って、猫が30歳まで生きる日っていう本なんですけど、なんか難しいですAIM っていうのはどの生物も、まあ、ある程度持ってる体内のゴミを感知して体外に出すという働きをするものなんだけど、猫はその AIM っていうのがほとんど持ってない、機能してないっていうのが分かって、でそれが腎臓病につながってるっていうのを発見した先生で、この先生が今猫の AIM っていうのを単純に注射で増やすっていうパターンと、サプリとかご飯とかに混ぜて猫自身が持ってる AIM を正常に機能させるっていう2パターンで今ひたすら研究をされてて、来年の春ぐらいにそのフードを販売するぐらいの現実味を帯びてるような状況になってて、でちょっと一般の人らにも寄付をできるページっていうのがあって、微力ながら僕たちもしていただいて、ちゃちゃだけじゃなくて腎臓病で苦しむ猫ちゃん引きでも救われるように、概要欄にリンク貼ってるんで、知ってもらえるだけで嬉しいです。1年を振り返った時に、最後の後半の方で辛いなって思うことがあったんですけど、怒ってほしくなかったと思うんですけど、今までの生活をずっと続けてたら気づけないことをたくさん気づけたりとか、まあベタやけどありがたみをな感じれたり、健康で美味しいご飯を食べれることがいかに幸せかっていうことを感じたんで、これからもチャンネルの趣旨は変わらず、美味しいご飯と私たち夫婦とちゃちゃの何にもない普通の食卓をお届けしたいなっていうふうに思います。視聴者の方が大切な存在だなって身に染みました、うん、もう本当にそれはな、ほんまにそれはすごい、もうちゃちゃのことすごく可愛い可愛いっていつも言ってくださってる人にとったら割と辛くなるような話だったかもしれないんですけど、まあ、徐々にちゃんと良くなっていってますし、まあ、実際な点滴の感覚もどん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 2週間に1回で良くなるっていうのが、うん、明後日の病院の検査結果で分かるっていう感じ、うん、3人でこれからも幸せに暮らしていきます先生みたいなタイプで、ここでまあ終わりでいいか、うん、お話は。ありがとうございました。